これまでのリベレーションズ2はフレアレッドフィールド投稿してもらおう。テラセーブの施設、全ての苦しみ、その恐怖は始まったばかり。あなたは誰？私はオーバーシオン。お願い助けて。今行くぞ、思いだ。頼む、無事でいてくれ。パパとママはいない。そこにも何かいる。どうしてわかる？こんな奴報告になかったぞ。お願い誰か答えて。娘の名前はオイラ。ああオイラは死んだ。何？やべえよ、もうやべえって。キジジュに比べたらまだマシだ。先に行ってくれ、後で落ち合おう。ゲーム構うなって。行け、死ねんじゃねえぞ、逃げる。おい、ペドロ、見ろ。ここなのか、ボセクとかいうのは。ああ、腕輪の女が言ってたところだ。エドワードのか。ああ、俺はこいつを調べる。やべえよ、ゲーム。ゲーブ？クリア。生きてたのか。ほら、立って。まったくもう、脅かすなよ。入って。新人も無事か。お前らだってのは分かってたけどな。何かリクエストある？気がついたら森の中だったんだ。そっちは？廃墟の収容所。それとジーナが殺されたの。ジーナが。くそ、こっちはエドワードだ。ああ、でもあいつの腕輪を持ってきた。これで手がかりを見つけてやる。なんでこんな最悪。やれることをやるしかないわ。まずはここを調べましょう。ようこそ絶望の恐怖へ。オーバーシア、どうするつもり？これから行うのは劣等なものを奮い落とす実験。実験に使うウイルスは被験者であるあなたたち一人一人にすでに投与させてもらったわ。ウイルスを投与だと？死は我々の目の前にある。また会いましょう、グレーゴル。グレーゴル、カフカの変身の主人公か。ウイルスを投与したと言ってたわ。
嘘だ。みんな感染してるわけ？とりあえず忘れろ。フレア、一緒に来てくれ。早く。行こう、あっちだ。ニールも無事だといいな。ニール？彼も一緒だったの？ああ、ここに来る途中ではぐれたんだ。これ使えるの？修理すればな。だが電圧が落ちてる。替えのバッテリーと燃料がいるな。ああ、それをこの寂れた村で探すわけね。そういうこと。探しに行きましょう。ここも安全じゃないわ。燃料倉庫だわ。でも入り口が塞がってる。脅かすなよ、新人。見ろよ、これ見つけたんだ。脆い壁くらいなら壊せるぞ。中に使えるものがないかな。ペドロ、ドリルの出番よ。壊してほしいものがあるの。任せろ、案内してくれ。
よし、下がってろ。あいつらが来たわ。マジかよ、やべえ、近づけないでくれよ。クレア、聞いてくれ。宇宙の通信が解禁した。柱の北の方向、電波が阻害されない高い場所だ。北の高い場所ね。お手柄よ、ペドロ。脱出の糸口になるかもしれない。クレア、そこの家だけ明かりがついてる。
揃ったわね。ゲーブに届けに行こう。必要なものは揃ったわね。さすがクレアだ。やっぱり頼りになるな。あとは俺に任せてくれ。新品同様に修理してやるからな。何なの？またオバシア？まずいわね。音であいつらが集まってくる。やべえよ。なんとかしなきゃ。俺はヘリの修理を急ぐ。うるさいサイレンを止めてくれ。オーケー。私たちは酒場へ向かうわ。ゲーブは修理をお願い。ペドロ、なんだこれ、色が変わったぞ。窓が壊される。じゃあその前に攻撃して。もうダメだ、もうやべえって。落ち着いて、まだ諦めないで。助かったのか？もうダメだ。今助けるわ。
扉を開ける。待ってろ。これで持つ。だといいが。待って、ニール。ゲーブがまだ。分かっているが、ここで待つのは危険だ。心配するな。あいつは元軍人だ。これくらいのことで簡単にやられたりはしないさ。この向こうだ。手伝ってくれ。行くぞ。持ち上げろ。行け。君もだ。急いで。なんとか逃げ切ったよ。鍛えてたおかげだ。それでさっきの化け物は何なんだ。ペドロよ、投与されたウイルスで発症してしまったの。私たち全員に同じウイルスが。腕輪の女が言ってた、恐怖に負けると発症するとかいうやつだな。クソ、ウイルスから人を守る立場の俺たちが狙われるなんて。ふん、全く最悪だね。あ、モイラ、彼はニール、私たちのリーダーよ。よろしく。君は確かバリー・バートンの娘だったな。 BSAA の。あの人の話はやめてもらえますか。関係ありませんから。